今日のレース今150周終わりました、まあ、リードラップで今日は9位でしたね、まあ、ちょっとあの後半すごいちょっとセットがタイトだったんでちょっと苦しかったんですけど、まあ、なんとかリードラップで、まあ、2レース連続前のレースは2レース連続リタイアで前走させてるんで、
まあ、とりあえずあの9位でリードラップで完走できてほっとしてます。次のレースももう2週間後で、前回5位だった、ロードコースポートランドなんで僕も楽しみにしています。引き続き応援よろしくお願いします。